それでは新型コロナウイルス感染症対策本部会議の概要に関する共同記者会見を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介させていただきます。仙台市長郡和子様でございます。はい、郡です。よろしくお願いします。宮城県医師会長佐藤和弘様でございます。はい、佐藤です。よろしくお願いします。宮城県新型コロナウイルス感染症医療調整本部長東北大学病院長富永啓治様でございます。富永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。仙台市医師会長安藤健次郎様でございます。安藤でございます。よろしくお願いします。宮城県知事村井義弘でございます。よろしくお願いします。なお発表項目に関するご質問は皆様からの発言が終わった後に賜りますのであらかじめご了承ください。それでは知事よろしくお願いします。はい、それでは私から先ほどまで開催しておりました県の対策本部においてまん延防止等重点措置解除後の対策等について決定いたしましたのでその概要についてご紹介をしたいと思います。本県では重点措置適用前から仙台市と共同で発令した独自の緊急事態宣言のもと県民一丸となって感染対策の徹底や人流の抑制等に取り組んでまいりました。その間県民の皆様事業者の皆様のご尽力市町村のご協力そして県外からの温かい応援もあって全国的に感染拡大が続く状況下にもかかわらず本県の感染状況や病床の逼迫具合は一定の落ち着きを取り戻しており今回の重点措置解除に至ったものと認識をしております。しかしながら変異株感染者の増加や社会経済的結びつきの強い首都圏での感染拡大といった不安材料があるほか何よりも解除による感染対策への意識の緩みが引き金となって感染の再拡大リバウンドがいつ発生してもおかしくない状況だと考えております。このため県では今回の重点措置解除に伴い4つの対策を柱としたリバウンド対策の強化に取り組むことといたしました。まず1つ目の柱は基本的感染対策の徹底であります。引き続き広く県民事業者の皆様に感染防止のお願いをするとともに郡市長の強い意向も踏まえまして業種を限定した上で仙台市内の飲食店に対する時短要請を今月末まで継続することにいたします。次に2つ目の柱は感染再拡大の早期探知であります。集客施設や高齢者施設歓楽街等での検査体制の拡充等を図ることでリバウンドの予兆を的確に捉え早期の対応につなげてまいります。3つ目の柱は飲食店における感染症対策の認証制度の新設であります。飲食店を利用する上での県民の皆様の安心と適正な感染対策を講じている店舗の利用促進を図るため県独自の認証制度を設立することにいたしました。またこれに合わせて認証取得のために必要な環境整備への支援や認証を受けたお店の利用促進に向けた消費喚起策など検討していくこととしております。そして最後の柱はワクチン接種の加速化であります。ご承知の通り今後の感染対策のためにはいかにワクチンを短時間で多くの方々に接種していくかが重要であり特に重症化リスクの高い高齢者への接種完了は至上命題であります。国においても希望する高齢者が7月末を念頭に2回の接種を受けることができるようワクチン供給の見通しが提示されると、ともに時間外休日の接種費用上乗せなどの措置も講じられているところであります。そのため県では各地域での課題を踏まえ接種人材の確保に向けた医師会や病院看護協会等へのさらなる協力要請を行うなど市町村の接種加速化に向けた取り組みを支援してまいります。以上の4本柱によるリバウンド防止対策パッケージを着実かつ速やかに実施し県内の感染防止と経済活動の維持の両立に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは皆様からも一言ずつお願いしたいと思います。はじめに郡市長よろしくお願いいたします。
仙台市長の郡和子でございます。4月5日から仙台市に適用されておりましたまん延防止等重点措置が5月11日をもって解除となることが昨日国において決定をされました。仙台、宮城においては3月の下旬、人口10万人あたりの新規感染者数が全国的にも突出した極めて高い状態でしたが、この間市民の皆様、事業者の方々に不要不急の外出の自粛や営業時間の短縮などに取り組んでいただいたことにより、新規感染者数は減少し、感染の拡大を一定程度抑え込むことができたものと考えております。皆様のご協力にまず深く感謝を申し上げます。また患者が急増する中で懸命にご対応いただきました医療関係者の皆様、全国各地から駆けつけ支援をいただきました保健師、看護師の方々に心より御礼を申し上げます。一方で現在の感染状況は第3波が落ち着いた2月中旬頃と比較いたしますと大きく異なる点が2つございます。1つは新規感染者数の数でございます。当時は1桁にまで減少いたしましたが、現在はそこまでは下がりきっていない状態が続いています。そしてもう一つは N501Y 変異株の存在です。これまでよりも感染力が高いとされるこの変異株の感染者が本市においても日ごとに増加をしている状況です。全国的にも変異株の猛威、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間延長、対象区域の追加など深刻さが増す状況の中で、本市においてもいつ感染が再拡大してもおかしくないと考えております。こうした認識のもと、重点措置解除後も時短要請も含めた対策の継続によるさらなる感染の抑え込みが必要であると私から県にお願いをし、先ほどの対策本部会議において決定がなされたところでございます。事業者の皆様には大変心苦しいところではございますが、リバウンドを防止し医療提供体制を守るためにもこの危機感を共有していただき、営業時間短縮要請に今一度ご協力をお願い申し上げます。重点措置が解除となったことにより協力金の国の基準額は引き下げられることになりますが、本市独自に上乗せを行い現行水準を維持することで継続して皆様のご協力が得られるよう対応を検討しているところでございます。本日この後開催予定の本市の対策会議において決定したいと考えております。市民の皆様にも改めてお願いでございます。変異株につきましては従来のものよりも感染力が 1.3 倍から 1.9 倍強いとされており、さらに一歩踏み込んだ対策がぜひとも必要です。密閉、密集、密接のうち一つでもリスクはあり、これを回避すること、マスクは顔との隙間なく着用していただくこと、それぞれお一人お一人が変異株の感染力を意識したより強い取り組みの実践をお願いいたします。本市といたしましても各種検査の充実によるウイルスの早期発見、封じ込めを図ってまいります。また感染対策の鍵でもあるワクチン接種の加速化に向けて全力で取り組んでまいります。ワクチン接種が完了するまでの間、なんとか感染の大きな波を再び招かないためにも皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。次に宮城県医師会佐藤会長、よろしくお願いします。はい、佐藤でございます。重点措置が5月11日で解除され、時短要請が仙台市で延長される、などリバウンド対策も示されました。ただし懸念事項もございます。先ほどからお話がありますように、
現在全国で猛威を振るっております N501Y 変異株の件でございます。福島県は昨日過去最多の感染者数となりましたが、この変異株の割合は約 50% であると聞いております。宮城県は現在約 8% ですが、今後この割合が上昇する可能性も否定できません。この変異株の割合を注意深くモニターすることが必要です。ファイザー社製ワクチンはこの変異株にも有効だと言われております。したがって今後は、これも先ほどから言われていることでございますけれども、ワクチン接種のスピードを加速させる必要がございます。この実施主体は市町村でございますけれども、我々医療従事者のみならず宮城県全体の力を持ってですね、ワクチン接種に取り組むということが必要だと強く思っております。以上です。はい、ありがとうございました。次に宮城県新型コロナウイルス医療調整本部、富永本部長、よろしくお願いします。はい、我々宮城県では第コロナ感染の第4波では医療逼迫を大変な医療逼迫を経験いたしましたけれども、現在患者数はやや落ち着いておりますが、今後第5波の到来を非常に危惧しております。そういった際には先ほどからお話がありますように、 N501Y の変異株による感染蔓延が非常に危惧されるところであります。現在大阪や関西地方で経験しているような非常に医療の逼迫をきたすのではないかということを危惧しております。そのためには先ほど県から示されましたリバウンド防止のための4本の柱はいずれも重要だと思いますが、特に佐藤医師会長もお話しているようにワクチン接種の加速化が重要だというふうに考えております。このワクチンは N501Y にも有効であるということはある程度分かっておりますので、これを一日も早く速やかに接種することが大変重要だというふうに考えております。我々も行政に本当に協力してこれを推進していきたいというふうに考えております。以上であります。はい、ありがとうございました。最後に仙台市医師会安藤会長、よろしくお願いします。はい、安藤でございます。前回のこの場での会見でも申し上げましたけれども、仙台市民、宮城県民の皆様が真剣に感染対策に取り組み実践していただいた結果、新規感染者がこのように減少してきたということでございます。本当に素晴らしいことだというふうに思います。医療従事者といたしまして改めて心より感謝を申し上げます。入院患者さんは依然多く、コロナに対応している病院はまだまだ余裕ある状況ではありませんが、全般に見ますと医療体制も徐々にではありますが緊迫した状況を脱しつつあるというふうに思います。しかし全国を見ますと新規感染者は各地で増加傾向であり、特に感染性の高い変異株の流行が非常に気がかりでございます。 N501Y 変異株による感染拡大をこの先我々も覚悟しておかなければならないというふうに思います。仙台市医師会といたしましては、仙台市内の新たな流行をしっかり診断して迅速な初期対応につなげられるようにこれまで通り警戒を続けていきます。国からのワクチンの配送スケジュールが明らかになり、接種の準備を急ぎ進めております。仙台市においても当初の計画を前倒しして接種を始めるということにしております。まもなく皆様にお知らせできるというふうに思います。どうか多くの方々にワクチンを受けていただくようにお願い申し上げます。以上でございます。